ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア Z3 エクスペリア Z3 はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された第四世代移動通信システム対応のアンドロイド搭載スマートフォンである。2014年9月4日にドイツで開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーで発表された。9月19日に台湾で発売され、9月26日にはイギリスでも 発売される。日本ではドコモと AU より10月23日、ソフトバンクより11月21日に発売された。日本国内では従来の KDDI、沖縄セルラーデンは連合と NTT ドコモに加え、今機種より新たにソフトバンクモバイルからも販売されるようになった。これにより日本国内の主要を3キャリアすべてで取り扱うこととなった。 Xperia Z3 は Z シリーズの4代目で新たに PlayStation 4のリモートプレイ機能が付加された。この機能は Z3 と PS4 を無線 LAN で接続して Z3 本体で PS4 のゲームをプレイできるようにする機能である。ディスプレイは5.2インチ FHD の IPS 方式液晶。ソックはスナップドラゴン801の 2.5GHz4 コアを 搭載し、3GB のメモリと 32GB の ROM を搭載している。カメラのイメージセンサは、利面照射型 CMOS の XMAR-R4 モービレとなっており、背面カメラが 20.7MP、前面が 2.2MP である。ビデオは 4K での撮影に対応している。感度は ISO12800 まで対応しており、 2014年時点までのスマートフォンとは違い、高感度仕様となっている。また、ハイレゾ音楽再生に対応し、ノイズキャンセル機能も従来通り対応している。従来の音源では DSEE HX が利用できる。ありがとうございます。